体に嬉しい旬レシピ、シニア野菜ソムリエの遠山由美です。秋だけなわ、美味しい食材がたくさん旬を迎えていますね。一年中出回ってはいるものの、その香り、心地よいほろ苦さ、そして何より美しい翡翠色をした銀杏が出回るのは今だけです。美しいピンクの桜エビと合わせて簡単塩パンに挑戦してみましょう。今日は発酵いらず、手で伸ばすだけの銀杏と桜エビの塩パンです。それでは材料です。銀杏、乾燥桜エビ、岩塩、バター、じゃがいも、木綿豆腐、パンケーキミックス。まずはじめに今日の主役、銀杏の扱い方です。揚げる方法、茹でる方法、いろいろありますが、今日は電子レンジで簡単に作っていきます。外側の殻に軽く傷をつけてから、セロファンなどがない厚手の封筒に入れます。少し余裕を持たせて口を二重に閉じたらば、200ワットあるいは弱の電子レンジにかけます。入れた数の9割ぐらいポンポンと跳ねたら加熱を中止しましょう。加熱が終わりましたので、封筒を出して、はい、熱いので気をつけながら、外の硬い殻と内側の薄皮を剥いたら準備完了です。桜エビは弱火で、殻入りし香りが立ったら火を止めて、包丁で粗く刻んでおきましょう。ではパン生地を作りましょう。じゃがいもをきれいに洗って、濡らしたキッチンペーパーで包みます。さらにラップでふんわりと包んで、600ワットの電子レンジで4分加熱します。加熱が終わったので、やけどに注意しながら皮を剥いていきます。じゃがいもの皮が剥けたらボウルに入れて、やけど予防のための紙を手に持ち、これくらいの大きめのビニール袋をひっくり返して手にかけます。そしてじゃがいもを潰していきます。はい、あっという間に潰れますね。お道具はいりません。で、だいたい潰れたら、お豆腐を加えます。そしてぐにゅぐにゅ混ぜていきましょう。パンケーキミックスの粉を加えます。さらに混ぜます。この中に混ぜ込んで、はい、こうしてビニール袋をひっくり返します。はい、そしてさらに滑らかになるまで2分ほどギュッギュッと揉んでいきましょう。生地が滑らかになったら、今度は袋の中で16センチ角ほどに伸ばしていきます。四角く伸ばせたらビニール袋を切ります。この後の作業もこの袋を切ったシートの上で行うので、
周りを汚さず簡単なんですよ。あとで4センチ幅に切りたいので向こう側4センチには何も乗せません。その手前に桜エビをたっぷりとトッピングしまして、1個のパンに2箇所ずつバターと銀杏が乗るように置いていきます。4センチ幅になるように目安をつけて一気に紙の裁断機を扱うように切ります。ゆるーくあまり力を入れずに巻いていきます。そっと持って立てて飾りの銀杏を真ん中にキュッキュッと押し込んであげましょう。そして巻き終わりを下にしてフライパンに置きます。では焼いていきます。蓋をして、まず弱めの中火で3分焼きます。続けて火を弱くして8分焼きます。時間が来たので蓋を取りパンをひっくり返します。こんがりいい焼き目がついてきましたよ。再び蓋を取り、残りの2面は蓋なしのまま1分ずつ焼いていきます。焼けたのでお皿に取っていきましょう。パン生地をじゃがいもやお豆腐を使って作ることで銀杏の美味しさや美しさが引き立つだけでなく栄養バランスも良くなっています。ぜひお試しください。来月は美味しい里芋のレシピをご紹介します。体に嬉しい旬レシピでした。